の目線です。僕は26歳のアメリカ人です。僕の夏の思い出は7年前、日本に来た時空港で一目惚れした女の人とその後全く別のとこで偶然2回も会ったこと。僕は超運命感じたんだって。本当に同じ人と再会したのかな。ほらよく言うじゃん、世の中にはそっくりな人が3人いるってさ。まあとにかくここで1曲って。本当に同じ人と再会したのかな。ほらよく言うじゃん、世の中にはそっくりな人が3人いるってさ。まあとにかくここで1曲。ジャミール、ザ・ロクシーボーイ。ちょっと汚れたスーツケース。